今日はですね100円均一の、えー、セリアで買ったジグソーパズルをご紹介しようと思います、えー、心を落ち着かせるキラキラ輝くホログラムパズルというものですこういう、えー、魚の、まあ、写真のですねが載ってて、まあ、これがパズルになってます112ピースですね長さは 12.7cm×17.8cm です、まあ、手のひらはちょっと大きいぐらいですかね これ結構ですね、えー、時間かかりまして、あのー、決して簡単ではなかったです、えー、ハッサンの息子と一緒にやってたんですけどもなかなかちょっと苦戦して、えー、しまいましたで、えー、結構そのパズルの紙自体もですねあんまり頑丈っていうかそのしっかりしたものじゃないのでちょっと当たっただけで飛んでいったりですね <laughs> するんで、えー、その辺り気をつけた方がいいかもしれませんで、えー、完成形がですねこちらになりまして 意外と綺麗です。大きさはこんなもんですね。ねえー、まあ、子供向けにしては多分難しいですので、まあ、大人も一緒にだった方がいいと思いますね。まずはこの魚のところですね。魚のところなんかをこう組み立てていきながら、あとこの端っこの。えー したところです、ね、こ,のこの辺から順番にこう組み立てていってあとこの赤いサンゴの部分も作りながら同時にこういろいろつなげていったっていうふうな感じですまあ結構パズルってですねあの集中力がい,いってえーね、何かいろんなことを忘れさせてくれますので、えー、結構楽しくですね昨晩夜10時ぐらいまであの子供と2人でやってました 他にも何種類かあったみたいなんでね、これで100円って言ったらすごい安いと思うんですよ。なんで他もたくさん作ってみたいと思います。以上です。